ワンオクロックとかマキシマムゼホルモンとか。最初はもうずっとカラオケでしたね。ああ一緒です、カラオケですよね。カラオケです。めっちゃ行くんすか。めっちゃ行ってました。この番組はコラボスポンサーのテーションだ。お送りします。うわっうわっうわっいえイエイイエイイエイいいですね、何でもできますね。何でもできます。素晴らしい、ありがとうございます。今日もお願いします。有馬えみりさんです。パスコードです。今日もよろしくお願いします。魔法でございます。今日もお願いしますね。ですね、今絶賛、はい、えみりさんとコラボさせていただいておりまして、ちょっと改めて、はい、パスコードに関して、そしてえみりさんに関して深掘りしていきたいなっていうか、はい、ちょっと改めてこの動画でいろいろねほりはほり伺っていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。まあいろんな媒体でお話はされてることもあると思うんですけど、うん、それ以上にこう深掘れてないところとかももちろんあると思うので、ちょっといろいろお話いただくと思います。じゃあ早速なんですけど、はい、まずパスコードに関して、さっきもねちょっと他の動画でもお話いただきましたけど、ジャンル的にはどんなジャンル、くくりになるんですか？ジャンル的には、新人なんですけど。そうなんですよね。ま、新人が思うに、メタルコアやポストハードコアに、電子音が組み合わさったような。まあ、ジャンルのくくりって結構難しいし。難しい。パスコードは余計結構難しいですよね。うん、なんかいろいろ、なんか、アラビアンな感じとか。そうですね。お経みたいなやつとか。お経みたいなの入ってたり。入ってたり。なんか沖縄みたいなのもあるんですよ。琉球音階みたいなのがあったり。いろいろジャンルはもういいんですよ。いいんですよ、楽しければいいんですよ。いろいろやってますっていう。いろいろやってます。でその中にこうクリーンボーカルがあって、うん、有馬さんの、はい、シャウトボーカルがあったりとか、はい、いろんな声がこう楽しめますよっていう感じでございますね。うん、でまあバンドなんですよね基本的には。そうですね、うん、バンドといつも一緒です。いつも一緒、いつも一緒、常に一緒、みんな一緒、みんな一緒。リハの時もやっぱバンドが入ってて、うん、まあダンスは別でよ4人でやるんですけど、はい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 、リハもバンドがいて、うーん、どんだけ遠征する時もバンドがいて、え、ずっといるんですね。ずっといます。あ、メンツも結構ね、そうそうたるメンツなんですよね。うん、そうですね。ゲロうまいしみたいな、うん、めっちゃうまいっすね。めっちゃうまい、うまくないとできないですからね、こういうジャンル。いや、難しいですから。いや本当にそれを。テンポチェンジ、テンポチェンジ。いや本当そうですね、本当にドリームシアターかよっていうぐらい。メンバーさんが4人。はい、いらっしゃいますよね。います。南なおちゃん、はい、高島楓ちゃん、はい、大上ひな子ちゃん、はい、有馬えみりちゃん、はい、っていう4人編成で、はい、歌って踊って、歌って踊って、大変でございます。叫んでラップして煽って、うい、何でもやるぜ。顔は可愛い。そうですよね、そう、もう当たり前のように、うん、あと身長高いです。おお、いいです。私は164なんですけど、おお、一番低い子で162とか、はい、やば高身長なんです。高身長グループ、高身長グループ。あ、そこもそんな要素もあるんですね。そうです、美味しいですね。何粒も美味しいですね。何粒も美味しい。なるほどですね。でまあエミリーさんって基本的にシャウトボーカルというか、そうです、ね、シャウトが基本ですよね。そうです、ね、クリーンもやられるじゃないですか。はい、で他の方って、うん、まあ一部シャウトとかもすると思うんですけど、うんうん、それって結構ほんの一部で、基本的にクリーンですよね。はい、基本的には。ですよね。はい。で、オートチューンかかってるじゃないですか。うんうん。オートチューンって、ご存知ない方に説明すると、ビーって声出したとしたら、それがちょっと、みたいな感じで、勝手に揺れるみたいな、そういうエフェクトのことをオートチューンって言うんですけど、それが常にかかってるじゃないですか。そうですね。だから、変な話、ちょっと個性消えちゃったりするじゃないですか。うん。うん、機械でまっすぐになったり、こう揺れたりするんで、その中で結構個性出すのって難しいと思うんですけど、うんうん、そのクリーンボーカルの方々で一応そのなんか役割っていうか、うんうん、立ちポジションみたいなものってあったりするんですか、声で。まあ、まず、はい、その、南なおで行くと、うんうんうん、結構、あおりとか、はいはい、MC を担当してて、なるほど、なるほど。なんで、その、MC の時は、はい、もちろんオートチューンも消えてて。そうですよね。ちゃんと虫やったら面白いですもんね。喋る感じなんですけど、みんな今日はってなっちゃいますもんね。でもね、途中についてたら、でも、でも煽りの時はついてて、ついてる、それがかっこいいんですよ。か、そうなんすね。そうなんですよ。いけんのかー、そうなんすか。ちょっとうまくできないんですけど、ぜひライブ映像見ていただいて、か、あの、行っていただいて、行っていただいて、あの、オートチューンついてる時の煽りってそんな聞ける機会あんまないと思うんです。ないです、聞いたことないです。すごいいいですよ。
へえー、そうなんです。使いこなしてますね。なるほど。MC 煽り南さん。あ、そういうことですね。はい。あ、そういう担当が、ご担当があるんですね。はい。顔も可愛いです。あ、もうそこはもう間違いなく。うん、はい。からの二人目。はい。高島楓は、はい。声が結構特徴的、はい、いい意味で特徴的で。あ、そうなんですね。そのオートチューンとの、なんか親和性が高くて。はい、おぉ、そういうのがあるんですか。そうなんですよ。なんで、なんかこう、オートチューンを飛び道具的に使うときに、はい、やっぱ高島楓の声が入ってることが多いです。なんか、例えば、はい、去年出たフリーリーっていう曲だと、はい、っていうのがあるんですよ。はい、オートチューンを使って。使って。はい、それはやっぱ高島、はいなんですね、そういうことですね。よりこの特徴的にオートチューンを使いたいときに、うん、そうですそうです。高島さんの声が入ってくるとよりこう親和性が高いから、うん、より目立つというか、うん、うまくいくんですね。そうそうそう、うまくいきます、ね。あとラップとかもよくやってます。ああ。滑舌がいいんで。あ、武器があるんですね。武器ありますよ。それぞれに。あ、あとシャウトもします。あ、そうですよね。掛け合いとか。掛け合いとか。すごい。からの？からの、大神ひな子は。はい。歌が昔からもずっと上手で、うまいんですよ。太い、声太いわ。そう、声太いんだけど、うん、裏声になった時はこう優しくっていうニュアンスも出せるっていう。うん、お手本。お手本ですよね。お手本ボーカル。だから、はい、こう、なんか歌始まりとか、はい、静かなところでもいけるし、はいはい、サビの強くいくとこもいけるし。万能だ。万能なボーカルなんですよ。はいはい。英語の発音もいい。めっちゃいい。すごい。リズム感もいい。やば。顔も可愛い。あ、それも大事。すごい。あ、高島楓も可愛い。可愛い。もう全員。全員可愛い。全員可愛い。あ、じゃあ、担当というかがあるわけですね。そうですね。個性出てるわけですわ。個性出てます。なるほどでございますね。はい、そんなメンバーさんを引っ提げて、先日はもう武道館まで成功させちゃったみたいな感じで、どんどんこう規模感が大きくなってる。パスコードでございますけれども、はい、その中のスクリーム担当の今度エミリさんに関してご自身に関してちょっといろいろ伺いたいかなって思ってるんですけど、はい、音楽は結構昔からやられてるっていうか、うん、触れてるの昔からみたいな。そうですね、昔からやってます。おお、何歳ぐらいから。5歳からピアノやってましたね。出た、その英才教育パターン。いやでもなんか流行ってたんですよ、はい、ピアノを。へぇ。子供に習わせてあげる。ああ、なるほど、なるほど。なんで、友達となんか言ってました。ああ、そういうことですね、うん。あ、周りでもそういうのが流行ってたんですね。っていうのもありつつ、うん、親がミュージシャンなんですよ。お、血は争えなかったですね。血は争えなくて、もう家でずっとギター毎日弾いてる。耳に入ってくるやつだ。入ってくるやつなんですよ。ボズスキャックスがずっと流れてて、はい、私が3歳ぐらいの時に、はい。で、大人になって知るじゃないですか。そうですね。あ、これこれこれ、流れてた。アドレナリン出るやつ、これこれこれっつって懐かしいってなるやつ。そう、あの時のあれやってなるやつありましたね。そんな家庭だった。そういう家庭なんですよ。なるほど、うん、で今のエミリさんがあるわけですね。でそんなピアノとかやってたのに、うん、シャウトボーカルに今なってるわけじゃないですか。そうですね。きっかけは、きっかけは、うん、なんか普通に私音楽全般的に好きで、はい、クラシックも好きなんですけど、はい、まあ、バンド流行ってた時にバンド聴いてて、はいはい、ワンオクロックとかマキシマムゼホルモンとか。おお、世代。そう、やりたいと思って私も、はい、でやりたいなやりたいなって毎日考えてて、うん、あの球技大会ドッジボールでこう投げられるじゃないですか。急に球技大会、はい、怖いじゃないですか。怖いっす。いやーって言うじゃないですか。怖いすごいっすや。いやーってで、はい、じゃあ今のは逃げ回ってね、はい、逃げ回ってる時に、はい、その声に歪みが生まれたことを自覚したんですよ。やば、目覚めだ。今これ歪んだよねみたいな。シャウトじゃねみたいな。シャウトじゃねってなって。天然の。で、もうそっから、はい、終わってすぐカラオケに駆け込んで、もうホルモンずっとデスボイスできない時は、はいはい。ネチョリナポリタンサブリニタイザーバランザマリアンクマスカマリアンってやってたんですよ。はい。ちっちゃい声で。はい。でも、その歪みを使ってやってみたら、ネチャリのバリタンサボリに耐えた。うわ、急に気持ちいい、めちゃめちゃなったんですよ。ドッジボールのおかげで生まれましたね。ドッジボール、ドッジボールありがとう。ドッジボールありがとう。で、はい、まあ、もうデスボイスで好きな楽曲を歌えるようになってしまったから、めっちゃ急にワクワクが止まらないですね。 そうなんですよ。もう毎日行くじゃないですか。行きます。上手くなるんですよ。なるほど。まあその時、はい、そのライブキッズだったんですね、うん、私、うんうん、ライブキッズのお友達となんかコピーバンド組んで、はい、
でも私は毎日練習に行ってるから、はい、もうすぐ上手いんですよ。そういうことですね。はいはい。だからそいつらを捨ててで今度はあの大学生とバンドを組むんですね。私はここにいるあれじゃないと。あれじゃないと。はいはいはい。大学生収まってねえぞと。収まってねえぞって。はい、うんうん、でまあ大学生なんで結構そのメタルコアとかそっち系の経験も深いんで、ちょっと進んでますよね。進んでるんですよ。はい、だからその人には先輩とかにちゃんと教えてもらうようになって、はい、だから今まではその独学でやってきたシャウトっていうものが芸術、はい、うんうんうん、よりね、よりこう、はい、みたいな芸術に昇華できるぐらいコントロールが効くようになったってことですね。そういうことです。なるほど、はいはいはい、レベルが上がったんだな。レベルが上がりまして、すごい、で、はい、また上手くなっちゃったんですよ。どんどん上手くなってる。そう。なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい。大学生に、ね、はい、こいつらじゃねえじゃん。やばい。やばいんすよね。冷徹。もう、冷徹やな。そう、冷徹なんです。私についてこいつって。私について。ついてこれねえやつは捨ておくぜ。捨ておくぜっつって。はい。で、うん、私は、その、ボーカルは上手なんですけど、どね、はい。そのなんか、フロントマン的なことができなくて。なるほど。うんうんうん。なんか、連絡まめにするとか無理なんで。ああ、そういうことか。はい。っていうのがあったから、はい、すっごい大人の人と組んだら、はい、さすがに、そう、私その時17歳でやったんですよ。おー、JK ですね。JK で、はい、で、大人だったら、任せてもいいんじゃないかなって思って。はい。で、おじさんとバンドを組むんですね。はい。ヘビーロックバンド、はい、デスボイスアリーのものなんですけど、うんうんうん、はい、全然それでもうフロントマンをやらされ、ちゃんとやらされたんですね。ちゃんとやらされるし、はい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 、なるほどな、大人のバンドだから、はい、元々のファンも結構いたんです、はい、ああ、そういうことですよね、既存の、はい、既存のファンもいたんだけど、うん、それでも給料がすごく少なくて、ああ、なるほど、食えないと、これは悲しいぞと、現実がちょっとね厳しいなと、厳しいなと思って辞めました。はいはい、まあまあ大事ですよ。そう、大事ですよ。フロントマンにさせてくるし、うん、お給料もないじゃん。うん、さよなら。次行くぜ。次行くぜ。大事ですよね。大事です。食えることはすごく大事だと思いますからね。まあでも私はその、うん、なんか食える食えないで音楽考えてるっていうよりも、うん、その辞めたバンドは結構日常全部をバンドに使おうみたいな、はい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 、とこだったんですよ。はい、だから全然働きながら学校行きながらできる内容だったら全然続けてると思うんですけど、うん、はいはいはい、そうじゃなかったから、なるほど、じゃあバイバイっつって、バイバイっつって、なるほど、で、はい、まあそっから、はい、もう、うん、音楽えっかって思ってたんですよ。ちょっとなっちゃったんですね。でも、はい、なんかその時すごいパスコードが、はい、なんかその女の子デスボイスっていう風に、はい、なんか結構バズってて、おお、はい、で私もその動画、うん、はい、マキシマムザホルモンの歌ってみたでちょっとバズったりしてて、あ、そうなんですか。でだからそのこの子アイドルでバズってるよっていう話をライブハウスの仲間から聞いたりとかしてて、はい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 、女の子デスボイスで、そうそうそう、はい、っていうのがあって、なるほど、まあでももうええわ、うんうんうん、ってなってた時に、うんうん、そのレディーベイビーが、はいはい、パスコード入る前にやってたグループ所属ですね、はい、なんかメンバー抜けちゃって、うん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 、で、はい、デスボイスやってた方も、はい、外人なんですけど、そうですね、絶対皆さん見たことある人、そう、絶対見たことあるんですけど、ね、はい、もう抜けちゃってて、ええ、デスボイスない状態でずっとライブしてるんですよ。だから私はどっちかっていうとその、うん、アイドルになろうっていうよりも、うん、デスボイスをしに行ってやろうっていう、そうかそうかそう、パスコードも成功してるし、はいはいはい、アイドルでデスボイスできてるし、はい、成立するぜっつって、成立するぜっつって、うん、受けて、まあ、受かってレディベビーになりました。ポン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 つって、ポンポンポンって受かっちゃったつって、はい、なるほどですね。そうです、それが前の所属のレディベビーのお話なんですけれども、はい、じゃあそっからの今度パスコードに入るわけですけれども、はい、これなんかきっかけがあったんですか。そうですね、はい、レディベビーが、はい、はい、2年ぐらいで活動休止して、はいはい、で私その時学生だったんで、まあこのまま学生生活続けようっつって、専門学校ですね、専門学校、音楽のね、そうですね、はい、で専門学校になんか嫌気さしちゃってそうなんですね、なんか辞めちゃったんですよ。おー、へえ、そう、専門学校辞めて、はい、で、まあ、しばらく、うん、毎日アルバイトしてフリーターしてて、そろそろ就職するかみたいな感じで思ってたんですね、はい、まあ、作詞家やってたんで、やられてますよね、そう、作詞家と両立できる仕事を探そうって
ってしてた時にパスコードの事務所の社長さんから電話が来て、はいはい、パスコードお知り合いだったんですか。あ、知り合いでした。電話が来て、で、ここでこういうことなんだけどみたいな、一回ちょっと考えますって言ったのかな、一、はい、回考えますって置いて、一週間考えますって言ったのかな、はい、でも、うん、なんか電話切ってから、はい、やっぱ入った方がいいじゃんみたいな、すぐ、はい、そうそうなんですよ、はいはいはい、あのパスコードで歌えるんだったら、ええ、何でもいいんで、って思って、うんうんうん、もうその日のうちとかにやっぱ入りますみたいな。パスコードに強い魅力を感じてたから遅くとで OK。そうですそうです。で今に至ると、今に至るんです。それが2021年のお話ですね。お話です。夏とかの、はい、8月加入みたいな。8月加入、まあ紆余曲折あって、曲折あってまあでもまあシャウトボーカルになったのはじゃあ結構早いんですね、うん、早いですね。ずっとやってて、ずっとやってて、今パスコードにいるっていうだけです。ずっとシャウトをやっていただけです。なるほどなるほど、かっけー。シャウト一本でここまで来たぞっつって。はい、ここまで来ました。すげー。なんか影響を受けたボーカリストとかいるんですか。なんかまずシャウトやり、うん、歌ってみたいって思ったの、はい、入り口はやっぱマキシマムザホルモンとか、はいはい、はい、世代的にそうですよね。世代的にそうなんですよ、うん、それで、はい、その後からこう、うん、自分のボーカルに、うんうん、生かしたい人を、生かしたい人のスキルを探していく作業に入ると思うんですよ。はいはい、そうですね。まず入りがあって、入りがあって、その後うめえなって思う人を探すんですよ、ね。そう、うめえなって思う人を探すじゃん。もちろんホルモンもうまいんですけど、めちゃくちゃホルモンもうまいんですけど、めちゃくちゃうまいですけど、自分がこうなりたいっていうボーカルを探すんですよ。キュンとくるボーカルを探すんですよね。これになりてえって思うやつを、はいはいはい、で、まあそれでアーキテクツなんですよ。急に？そうそうそう。あ、でも急に行きましたね、アーキテクツは。あの大学生にその、はい、いろいろミスネイアイとか、はい、ブリングミーとか、はい、CD を貸し借りしてたんですね。はい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 。それで、あ、こやっぱすごいな外人ってみたいな、いろんなやり方があるんだなってなって、ね、はい、でその時多分2015年とかだったんで、ちょうどそのまあ前の動画にも出てきたと思うんですけど、はい、ずり上がる地声シャウト、はい、はいはいはい、めちゃくちゃ流行ってて、なあ、そうなんですね。でエモキですよね。エモキです。エモキだ。でアーキテクツの結構初期のアルバムとかが、はい、そのシャウトの火付け役になったというか、はい、あ、そうなんですか。そういった経緯があったみたいで、あのアーキテクツはそうですね、じゃあルーツですね。ルーツで、で今のスタイルにも出てるわけですよね。かなり出てると思います。あ、なるほど。まあその辺の影響を受けた人っていつまでたっても出ちゃいますよね。そうなんですよ。なくなんない、なくなんないんですよ。なくなんないです。なくなんないのよ、はい、これあるあるですよね。あるあるですね。じゃあまあシャウトボーカルになって、なって練習ってどうやってしてたとかってあります、当時。当時、はい、最初とか。最初はもうずっとカラオケでしたね。あー、一緒です。カラオケですよね。カラオケです。めっちゃ行くんすか？めっちゃ行ってました。2、6個ぐらいついてた。めっちゃ。めっちゃ行きますよね。めっちゃ行きます。やりたいもんだって。もう、あの、学校いるじゃないですか。はいはいはい。カラオケ、カラオケ。みたいな。怖い怖い怖い。禁断症状出てますよ。あー、みたいな。はい、カラオケジャンキーになったんです、ね、そう、カラオケジャンキーになって、はいはいはい、ずっとホルモンとか、やっぱあのね、ホルモンの曲めっちゃ入ってるから、入ってます、カラオケに大体入ってます、大体入ってるんで、嬉しいです。あれでだいぶ練習させてもらいました。つめつめつめでね、つめつめ練習しますよね。僕も最初つめつめと生き返すで練習してました、ね、あ、わかります。そうなんですね。そうですね。なんかその練習って思ってないっすよね。あれはもう思ってないです。思ってない、遊びだから。遊び、それで上手くなっちゃったっつって。そう、夢中だったんですよ。とにかくあの、はい、その時、まあ、コピー版とかやってたんですけど、うんうんうん、あの打ち上げがあるんですよ。あ、はい。でもう打ち上げ行かずに一人カラオケ行ってました。すごい。ライブして、すごいな、打ち上げ行かずに、そんな暇はないっつって、そんな暇はないっつって一、はい、人カラオケ。そういうバンドのあれ終わりに行くこともやっぱ多かったんですけど、はい、まあ、一番多いのは、はい、その普通に高校通ってたんで、高校終わってすぐダッシュでカラオケっていうのが多くて、はい、ああ、なるほどなるほど。で、はいはい、まあ、あのギャルにギャルね、ギャルにカラオケでバッタンコして、あ、同級生のギャルがおうってなって、ウスってウスってなって、うん、で、うん、あれ一人みたいな、うんうんうん、ギャルが心配してくれて、ね、珍しいですからね。そう、うんうん、で、うちらと一緒に歌おうみたいな、優しい、優しいんですよギャル。でも、うん、私は一人で、一人
でしか来れないんじゃなくて、一人で練習、まあまあ、あの、シャウトがしたくて、はいはいはい。来てるから、熱い気持ちで言ってる。目的があったから、あの、大丈夫大丈夫大丈夫って断ってる。あの、ギャルの断り方に合わせて、もう大丈夫って言って、もうあの、ガチャみたいな。ガチャ、なるほど、なるほど。もう、勤しんでたわけですね。そうなんですよ。周りの目を振り切ってね。はい。なるほど。それが今に繋がってるわけですよ。繋がってます。もう練習は裏切らないですから。いや、練習裏切んないっすよ。マジで。本当に。比例しますよ、特にシャウトなんか。ね。練習しましょう、皆さんね。練習しましょう。そんな感じで、めきめきと実力をつけてこられたわけですけど、はい、そんなエミリーさん、今後の、パスコードとしてでもいいんですけど、うんうん、今後の目標とか、エミリーさん的にでもいいんですけど、うん、目標とかやりたいこととかってあったりします？うん、でもやっぱ海外とかは行きたいですね。日本、英語圏の人って結構、リアクションがすごいじゃないですか。うん、そうですね。長いシャウト決めたら、ふわーみたいな。いいな。オーディエンスが。やってくれるんですよ。はい。でもそれがめっちゃ気持ちよくて。あ、いいですね。もうパスコードで。ぜひそういう経験をできればと。なるほど。思ってますね。いけますよ。ね。アニメとか映画とか何でもいいんですけど、はい、タイアップ。タイアップもしたい、していきたい。していきたいです。まあそうですよね。いや、あの、正直、楽曲かっこいいんで、はい。めっちゃかっこいいですよね。そう。挿入歌としてあったらすごい目立ちそうっていうか。うね、こうバトルシーンとかで。めっちゃいいと思う。秋なばりでな。めっちゃいいやん。トレーダー立ちましたもん、今。ね。うん、すげえ良さそう。絶対いいですよね。めっちゃいい。見てますか？見てますか？関係者の方、ぜひ、お願いします。じゃあ、そういった目標があるということで、はい。今後ともご活躍を期待しております。てな感じでですね、今回パスコードに関して、結構いろいろ語っていただきましたね。はい。いや、ありがとうございます。あと、エミリーさんに関しても、いろいろとこう、お伺いできたんで、僕自身もすごくこう、いろいろ勉強になりましたし、いやこちらこそ、今回の動画ぜひ良かったという方、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もお願いしたいです。あとは、概要欄にパスコードの情報等々を貼っておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。音でかいんだよな。